ねえ、あんたに月の王子と太陽の姫君の話ってしたっけ？昔は王子の気持ちがよくわかったのに、なんでだろう。今はそうでもない。ハッピーデビルデーだからかな。久しぶりに読みたくなっちゃった。次に読むときは、大切な人と一緒にって決めてたんだよね。もちろん付き合ってくれるでしょ。きっと途中で寝ちゃうけど、僕のそばにずーっといてよね。